じゃさすがに割れないですし。ありがたいお守りの上に借り物なのよ。スイカ切りとかに解明狙ってるわけ？いやいや、さすがにそんなことは。没収。なんだ、オサカ。声もかけずに近寄るといろいろと危ないわよ。釣り糸？ところでさ、あなたって一体何者なわけ？何者って、当時に来た女子高生なんて言い訳は聞かない。キアンの家の本家筋は由緒正しい旧家でね、代々続く804年、ずっと一族老頭でとあるお宝を守り続けてきたわけ。なんせ王朝変わっても、薩摩に武力で併合されても、アメリカさんとの決戦地になっても、手放さずに秘匿し続けてきたんだから、大したものよ。ああ、さすがにアメリカさんの統治下じゃやばかったかな。それでそのお宝の剣、いわゆる古代の宝剣なんだけど。剣？刀剣は神の宿る器だからね。あんたが持ってる雲打ちなんて足元にも及ばないような霊剣、新たかな神器、真剣なんだけど、それ売ればさぞかしいいねがつくんでしょうね。まあね、そうね、表に出せば国宝級どころか国宝そのものだろうしね。あいにくと鑑定書とか箱書きなんかはないけどさ。
それがこの前盗まれたわけ。本家の上にさらに上があるんだけれど、そっちの方にも内緒で持ってたわけだから。ああ、さすがに手遅れになったらまずいから、猶予はあと 2,3 日ってところかな。それはともかく、ミニワがここにいることとの関連性が見えないんだけど。ふーん、あれ、信じてない？あんまりね。でも和尚の宗派の偉い人とのつながりがあるってことは、やっぱり宗教関係なんだ。まあね、宮内庁もびっくりな秘密組織よ。私はね、鬼を追いかけてきたわけよ。鬼？そんなに大事なものだったら警察に届けるなり、もっと人を増やすなりすればいいのに。そう？雨だ。戻りましょうか。私は濡れても構わないけど、ミニワは濡れたら大変じゃないの？ああ、いや、私はもう少しこの場にいるわ。わざわざ雨に濡れてまで、なんで？剣を奪った盗人がそろそろ現れるかもしれないでしょ。本気だったんだ。冗談なんかで連日連夜暇な見張りはしてませんって。おさとか来てから楽しくなったけどね。ま、帰ってすぐに入れるようにお風呂開けといてくれたら嬉しいかな。誰か入ってたら一緒に入りなさい。いいけど、相手が和尚だと問題あるわね。張りすぎよ。部長さん、ちょっとお手伝ってくれんかね。構いませんけど、何をすればいいんですか？仰いでくだされ。は、ブスでも取りに行きますか？うちわでひたすら根気よく暑さに耐えて仰いでくだされ。今晩の夕食は手巻きですか？
わー、ゴージャスです、エクセレントです。わしは天蔵としての腕にはそれほど自信を持っておりませんのでな、素材で勝負させていただきました。こんなにたくさんどうしたんですか？うちのようなボロ寺でも檀家にはいろいろな方がおりましてな、中には鮮魚を扱っている方も。まあ理由もなくわしが新鮮な魚を所望してもこの生臭めと返されるかもしれませんが、都会の女子高生が合宿に来ていると言ったら喜んで用意してくれ申した。何か言われませんでしたか？このエロ坊主めと、それから副部長さん。はい。お嬢さんはネバネバしたものはお嫌いですかな？ネバネバというと、納豆などは嫌いではありませんが。ではタンとサラダを食べなされ。こちらの山芋、本来の旬はもう少し先ですが、それでも精がつきますぞ。あ、おいしい。こちらの料理もほぼ素材頼りですからな、親孝行がてらご両親に作って差し上げるとよろしかろう。山芋も名産なの？はい、お饅頭みたいな和菓子の皮にも使われてますし、お蕎麦のつなぎにも使うんですよ。名産があるっていいな、ご飯が美味しいから地方でいいな。ももちゃんの田舎は？うちは米どころだから山菜とかは美味しいけれど、若者が喜ぶボリュームは期待できないのですよ。しかし水と米がうまければ。はいはい、お酒も美味しいです。未成年には関係ありませんが。ではいよいよメインディッシュの手巻きなのです。私はマグロよりハマチの方が好きなのです。残念ながら旬ではないが、それでも良いところを見繕ってもらいましたぞ。ではどうじゃ。確かに甘いですね。ん？わしはそうは思わんが。あ？あ？お醤油、和尚さんが用意したのを使ったんじゃ。お醤油？確かこっちのお醤油は向こうに比べて濃くて甘いんですよ。私も慣れないうちは。確かに慣れない味よね。そう？えらい！ザワチよく気がついた。卵かけご飯とかには合いそうですけど、私、刺身にこの甘口は。そんな違いがあったとはぬかったわい。どれ、今から酒屋に電話してちょっとひとっ走りしてもらって。大丈夫です、私持ってきてますから。
り遊んで英気を養い、海の幸の補給で戦ができる体制を整えたところで、幽霊少女対策を考えたいと思います。対策って言ってもね。私、昨日はうっかり忘れてたんですよ。何を？この霊剣新たかな木刀があれば、幽霊少女オソルルに足らず。幽霊退治でもしようってこと？姫先輩の次があるならザワッチ狙いな予感がしますし、今日は徹夜で見張る覚悟です。私の次ということは、桃子、縁起でもないこと言わないの。うん、そういう意図で言ったのではないのですが。というわけでして、今夜の安全警備保障は私秋田桃子にお任せして、先輩、ザワッチ、皆様方はゆるりとお休みくださいませ。徹夜は体に良くないわよ。そのことに関して王佐先輩にご相談があるのですが、途中で交代とか、何人か見繕ってローテーション組むとか。いえいえ、それには及びませんが、戦士にも休息が必要というか。ぶっちゃけ明日の朝練とか名城になったりしないでしょうか。まあ予想通りといえば予想通りだけど。ったく、だから交代制にしろって言ったのに。よっ。
あやしろ。あやしろ。何あれ。こんな。今すぐ3秒以内に怪しろから離れなさい。3、2、1。警告はしたわよ。
私が3人目の目撃者ってわけだ。なるほど、確かに髪の長い女の子の幽霊は実在したのね。あなたは何者？どうして私たちを襲うの？これはまずいわね。
環境設定を保存するってさ、別にしてもいいわよね。セーブできたわよ。青い城。